はい、皆さんこんにちは、ロペルンです。ちょっと緊急で動画を回したんですけども、なんかどっかで見たことある構文だなと思うんですけども、今ねちょっと気になったことがあって今回動画にしようかなと思いますね。あんまりねこういう SNS とか YouTube とかに声を出して発信する人ではないんですけども、まあどうしてもね気になっちゃうなと思ってね、ちょっと言わしてください。一言で言いますと、転売マジで人すぎますね。僕さっきまでメルカリ見てて、このね木軸ペンの転売がマジでひどいなと思って、今回この動画でね発信しようかなと思うんですけども、マジでひどいんですよね。やっぱりね、転売と言ってもね、いろんな種類があるんですよ。僕的な意見だと、転売というのはね、全く使わずに販売する。普通に購入して、全く使わずにメルカリとかラクマとかで販売することを転売って言うんじゃないかなと思ってて、実際に購入して手に合わなかったから出品しますというのはね、僕はね、別にそれはいいんじゃないかなって思うんですよね。まあ、そんなね、手に合わなかったんだったらね、別の人の手にね、渡ればいいんじゃないかなとね、僕は思って、っていうので、別にそれは良いと思うんですよ。なんですけども、こんな感じでね、普通に購入してすぐ販売するっていう行為がね、こういう、まあ、転売ヤーって言えばいいんですかね、そういう転売するっていうことに僕はちょっとありえないなと思って動画をね、作らせていただいております。僕今ね、メルカリで見てるとね、この黒柿のシャープペンシルが2万4000円ぐらいで販売されているんですよね。多分これ1万8000とかかな。いい木だと多分そんぐらいだと思うんですけども、これがねほんと倍ぐらい、倍ではないと思うんですけどね、そんぐらいの値段で販売されているので、ちょっとそれはね良くないんじゃないかなって僕は思いますね。まあ転売といってもね、なんかやっぱお金を稼ぎたいっていう気持ちは僕はねわからなくはないんですよ。僕もね実際お金がないですし、まあ、そういうのはねわからなくもないんですけども、そうやってね転売をしてお金を稼ぐっていう行為に僕はちょっと気に入らないなと思ってお送りしているわけなんですけどね。ちょっとこれはね、良くないなって思いますね。さっきも言ったんですけども、買って自分の手に合わなかったから販売するっていう行為は別に良いと思うんですよ。なんですけども、転売ヤーの影響で値段がちょっと変動してしまって、定価よりも高い価格で出品せざるを得ないということもあるんじゃないかなと思うので、そこもね、ちょっとね、おかしいなって思いますね。やっぱりね、こういう木軸ペンを転売する工房摂さんはもちろんなんですけどね、野原工芸とかね、クラフトウェイとかね、まあ、いろんな木軸ペンが転売されているわけなんですけどね。やっぱりね、これ一番ね、ショックを受けるというのがね、工房さんなんですよ。こういうね、木軸ペンを作ってるのは、一本一本ね、大切にね、丁寧にね、作り上げているわけなんですよ。僕少し前に YI 工房さんの工房に実際にお邪魔させていただいておりまして、まあ、実際にね、ペンを作る工程っていうのをね、見させていただいたわけなんですよ。やっぱりね、この木軸ペンを作る大変さっていうのをね、知ってしまうと、やっぱりこういう転売というのは、本当許せないなって思いますね。一本一本ね、心を込めて丁寧に作っているペンでありますから、こういうことをしてね、お金を稼ぐというのは、僕はちょっとありえないなって思いますね。まあ、他のペンに関しても同様ですね。やっぱ限定色のペンを買い占めたりして、転売したりするっていうのも良くないと思いますし、まあ、一番いけないというのがね、本当に木軸ペンとかそういう工芸品を転売するっていうのが、僕はちょっとね、違うんじゃないかなって思いますね。今どんぐらいなんだろうね。こんな感じで、ね、工房説ってメルカリで検索するとめちゃくちゃ出てくるわけなんですよ。やっぱりね、定価よりもね、かなり高いお値段で取引されているということで、だいたい相場で言うと1万円台後半から2万円、3万円ぐらいするのかな。そんぐらいのお値段で取引されているということでね、本当に震えますよね。野原工芸さんに関してはね、なんか限定の木とかね、金具っていうのもあるので、それがね、十何万円で取引されているというのもあったので、ちょっと引いてしまいますよね。しかもそれで売れているっていうのもあるので、僕的な意見だと買う人も買う人なんじゃないかなって思いますね。まあ、別にね、やっぱ野原工芸今めちゃくちゃ入手困難でありますし、すぐに届かないっていうのがね、現状であるわけなんですよね。高い金出してもいいからすぐに欲しいっていう気持ちがあるんだったら、別にそのね、転売価格で購入するっていうのは否定はできないんですけども、なるべくそういうのは控えてほしいなって思いますね。買うから転売が増えてしまうっていうのが僕の考えなんで、
それはちょっとね、考えてほしいなって思いますね。今回ね、本当どうしても気になってしまったということでお送りしたわけなんですけどもね、転売というのはね、他の人もね、悲しむことになりますし、特に木軸に関してはね、作家さんにも大変失礼なことになると思うのでね、まあそういう転売っていうのをやめていただきたいなって思いますね。まあ別に手に合わなかったから出品するっていうのはいいんですよ。なんですけども、しっかり説明欄に手に合わなかったから出品しますっていうのもね、書いた方が僕的にはいいんじゃないかなと思います。まあ、その場合の出品だったら別に僕は良いんじゃないかなって思いますね。まあお値段に関してはね、調整していただいてやってもらった方がいいんじゃないかなと思うんでね、今回さすがにちょっと気になったんで動画としてお送りさせていただきました。ちょっとね、題名がかなり過激な内容となってしまったんですけどね、この動画がいろんな方にね、広まっていただきたいなって思いますね。というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。バルベ。